ドン・ミッチェル・ローチは、アメリカ合衆国、ネバダ州ラスベガス出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。CBBL 時代の登録名は、ラクキ。2008年、MLB ドラフト40巡目で、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムから指名されたが拒否し、アリゾナ大学へ進学。サザン・ネバダ大学へ移った2010年、MLB ドラフト3巡目で前回と同じく、 エンゼルスから指名され、プロ入り。この年は、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オレムオールズで16試合に登板し、4勝1敗、防御率6.04だった。2011年は、A 級、シーガーラピッツカーネルズで45試合に登板し、5勝5敗、2セーブ、防御率3.45だった。二千十二年は、A 級インランドエンパイア6ク,クサーズで六試合に、 当番し、5勝0敗、防御率2.16だった。2012年5月3日にエルネスト・フリエルとの1対2のトレードで、アレクシー・アマリスタと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。移籍後は、参加の A 級レイクエルシノア・ストームで8試合に、当番し、5勝1敗、防御率1.74だった。6月に、A 級サンアントニオ・ミッションズへ昇格。4試合にし、 一勝一敗、防御率1.59だった。2013年は AQ a サンアントニオで28試合に登板し、8勝12敗、防御率3.53だった。オフの11月20日に40人枠に登録された。2014年3月3日にパドレスと1年契約に合意した。開幕ロースター入りし、4月2日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビュー。 3点ビハインドの8回表西から登板し、1.1回を投げ4安打1失点だった。この年は16試合に登板し、1勝0敗、防御率4.75だった。オフの11月3日に、リーフとなった。2014年11月12日に、ウェーバー工事を経て、シカゴカブスへ移籍した。19日に、 ディーフとなった後、40人枠を外れる形で参加の、a a アイオワカブスに配属された。2015年6月27日に、カブスへ昇格し、メジャー契約を結んだ。同日のセントルイスカージナルス戦に先発で、登板したが3回1、3を投げ、ヒア安打8、失点4で降板し、敗戦投手となった。7月4日に25人枠を外れ、10日に、 ディーフとなった。2015年7月13日に、ウェーバー工事を経て、新シ品シキレッツへ移籍した。8月23日に、ィーフとなった。2015年8月25日に、ウェーバー工事を経て、トロントブルージェイズへ移籍した。40人枠には登録されたがメジャーでは一度も、登板はなく、9月30日に、ィーフとなった。 2015年12月5日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。2016年の開幕は参加の AAA 級タコマレーニアーズで迎えた。6月24日にメジャー契約を結んで25人枠入りし、同日のセントルイスカージナルス戦で8回表に4番手で、登板すると1.2回を無失点に抑えて、チームがサヨナラ勝ちしたため2年ぶりの勝利投手となった。 8月6日にディーフとなった。2016年8月9日にウェーバー工事を経てデトロイトタイガースへ移籍し、参家のトリプル A 級トレド・マッド・ヘンズへ配属された。タイガースではメジャーでの登板はなく9月3日にディーフとなった。2016年9月5日にウェーバー工事を経てオークランドアスレチックスへ移籍し、 参加のトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ配属された。10月6日に40人枠から外れ、10月11日に FA となった。2016年11月7日、韓国プロ野球の k t ウィズと契約。2017年は KT で4勝15敗を記録し、韓国プロ野球の最多敗戦投手となり、KT とは2018年の再契約を結べず、退団した。 2018年2月にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。2018年7月7日、日本プロ野球のオリックスバファローズとの契約が発表された。8月12日に救援当番で来日初勝利を挙げたが、前日に先発で当番しており志願当番での白星を手にした。2018年12月30日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。 2020年1月11日に CPBL の統一ライオンズに入団することが決まった。登録名は楽キ。2020年は開幕から先発ローテ入りするも5試合を投げ防御率11.35と打ち込まれ5月13日に登録を抹消した。その後は1軍に上がることなく6月27日に解雇された。ありがとうございます。